皆さんこんにちは、山本あやめです。熊谷暮らしの情報局始まりました。さて今回は私立熊谷図書館の清水さんにお越しいただきました。清水さんは別の場所からのご出演となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビの前の皆さんも最後までよろしくお願いします。清水さん、今回はどのようなお知らせですか？はい、今回は私立熊谷図書館の電子書籍サービスと子ども向け本の紹介パンフレットについてお知らせします。夏は子どもの自由研究や勉強を涼しく過ごすために図書館を利用する人が多くなりますよね。でも新型コロナウイルスの影響でなかなか利用しづらい状況ですよね。そうですね。現在図書館では新型コロナウイルス感染拡大防止のため入館制限や座席数を減らす取り組みなどを実施しております。また感染者の方が図書館を利用したことが判明した場合などのために連絡カードの記入をお願いするなど利用者の皆様にご不便をおかけしております。清水さん、感染防止対策を徹底して行っていますが、安心便利に本が読める方法はないのでしょうか？私立熊谷図書館では山本さんのような方のお悩みを解決する方法として電子書籍サービスを行っております。ほう、電子書籍サービスですか？パソコンやスマートフォンから図書館の本が閲覧できるということですか？はい、電子書籍サービスは2017年からサービスを開始し、インターネットを通じて電子書籍を借り、パソコンやスマートフォン、タブレットなどで閲覧することができます。ここで山本さんに質問です。現在私立熊谷図書館では電子書籍が何冊あると思いますか？1000冊くらいでしょうか？正解は7月現在でおよそ17,100冊の電子書籍があります。これは県内にある図書館でも最多の蔵書数で、毎月書籍を購入して増やしています。コロナ禍で来館が難しい方や通勤・通学する方などが興味関心を持ってもらえるよう、絵本など子ども向けの本から大人向けの小説やビジネス書、さらには料理のレシピ本やストレッチなどの健康本など幅広いジャンルの本をたくさん取り揃えております。17,100冊ですか。かなりの本の数で驚きました。私も早速スマートフォンで見てみます。あ、子どもから大人まで利用できるジャンルが揃っていて充実したラインナップになってますね。あ、私もちょっと気になる本見つけました。電子書籍サービスは誰でも簡単にご利用することができます。今日はご利用にあたりサービスの概要についてご説明します。電子書籍サービスは24時間ご利用になれます。貸し出し冊数は1点で貸し出し期間は2週間です。期間満了後は自動的に返却されます。利用方法は私立熊谷図書館ホームページのトップページにある熊谷市立図書館電子書籍をクリックすると電子書籍ページに移動します。なお電子書籍のご利用には図書館の利用番号とホームページで登録したパスワードが必要となります。なるほど。コロナ禍や子育てで忙しく来館できない方にとって自分のスマートフォンから本を選び触れることなく簡単に利用できるので新型コロナウイルス対策にもつながりますよね。また返却も自動的に行われるので返却のし忘れもなく便利でいいですね。詳しい利用方法は私立熊谷図書館ホームページのトップページにこちらの利用方法案内を掲載しております。本の検索方法や和書、洋書など本の読み方、貸し出しの予約、延長方法など詳しく掲載しておりますので、
ご覧ください。清水さん、電子書籍サービスの他にお知らせがありますか？はい、私立熊谷図書館ではおすすめ本リストと図書館でおすすめする子どもの本のパンフレットを作成しております。まずおすすめ本リストは赤ちゃん向け、1歳から2歳向け、3歳から5歳向けの3種類を作成しております。絵本は子どもが最初に出会う総合芸術と言われ、日本をはじめ世界中で多くの絵本が出版されています。その中で読み聞かせを楽しんでいただきたい絵本を図書館職員が選びましたので、ぜひ絵本を選ぶときの参考にしていただければと思います。次に図書館でおすすめする子どもの本は、小学校 1,2 年生向け、3,4 年生向け、5,6 年生向け、中学生向けの4種類を1枚のパンフレットにまとめました。こちらは図書館にあるたくさんの本を図書館職員が実際に読んで、その中から本への興味を広げてほしいとおすすめする本を紹介しております。また夏休みの読書本に迷っているお子さんの参考にもなりますので、ぜひご利用ください。小さい子どもの読み聞かせや夏休みの読書感想文など、どの本を選んでいいのか迷ったとき、図書館職員の方のおすすめするリストがあると参考になり助かりますね。はい、こちらのリストはお近くの私立図書館や移動図書館桜号で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできますのでご覧ください。コロナ禍でなかなか図書館に行けない方も電子書籍サービスで簡単に本を借りられることが分かりました。この機会にお子さんだけでなく大人も自分が読みたい本を探し、この夏は自宅でお子さんと一緒に本の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。清水さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて続いては広報校長課加藤さんからのお知らせです。はい、私からは私立熊谷図書館3階にある美術郷土資料展示室についてお知らせします。美術郷土資料展示室では熊谷ゆかりの歴史的な資料や書、絵画など美術品を保存するとともに展示も行っています。私立熊谷図書館の1階と2階に図書館があるのは知っていたのですが、3階には地元の歴史を学べる展示室があったのですね。はい、まず美術展示室では熊谷の歴史、美術、民族、自然科学などのジャンルからテーマを選び、年4回の企画展を行っています。次に郷土資料展示室では原始時代から現代までの5つの時代の特徴的な歴史を所蔵する資料を中心に展示しています。またミニ企画展コーナーでは四半期ごとに展示会を行っています。なお企画や展示内容につきましては図書館ホームページや司法でお知らせするほか、美術郷土係にお問い合わせください。図書館で地元の歴史を本で調べ、展示室でさらに実際の展示物を見ることで誰でも楽しく歴史を学べ、自分の住んでいる町の興味を深めることができますね。皆さんも自分の住んでいる町の歴史を知ることで新たな発見があるかもしれません。今回のお知らせは以上になります。加藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。熊谷暮らしの情報局、次回は8月1日の更新です。それではまた。